おそらくされてたなみたいなのはあります。逆になんかそれできちゃう人怖くないのかなと思いますけどね。バレた時の失うものがありそう。多いですよね。いろんな人を巻き込んで傷つけてしまう可能性の方がやっぱ多いので、改善してみていいんじゃないかなと思います。はい、皆さんこんにちは。相澤隼人です。今日も動画をここ、ゴールドジムサウス東京で撮っていこうと思っております。今日も最後まで動画のご視聴よろしくお願いします。ちょっと疲れてないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。立て続けにいろいろ動画撮ってるんで、ちょっと僕らのスタイルだとね、はい、3ヶ月に1回とかバーッと撮ってね、そうですね、それをちょっとずつ出して、はい、なるべく筋肉に負担のない撮り方をしたい、はい、今日は隼人君の申し込みテーマで、はい、最近マナーが気になるんじゃないかというか、はい、そうですね、マナーについて、まあマナールールこの辺ですかね、はい、こういった問題提起をしようと思った原因があるんですか？現行犯じゃないんでわかんないんですけど、おそらく盗撮されてたなみたいなのはあります。撮影禁止のゴールです。はい。だからそこはもう一応ルールなんで、それはやめてほしいということですね。でもその人は撮ってなかったかもしれないし、自分が勘違いしてるだけかもしれないですけど、そういうことをされた身からすると、ちょっと嫌です。詳細は伏せとくんですけど、そうじゃないかなっていう思いがありまして、そういう思いをした側からの意見としては、いい気分はしないということですね。自分はなんか、もともとずっとこう、ジムでは携帯を触らないんで、ロッカーに携帯してしまっているので、まあ、自分の中では携帯を触らないっていうのは当たり前の習慣文化みたいな感じなんですけど、別にそれをみんなにやれと言ってるわけではなくて、他人に誤解を生まれるような行為はなるべく避けてほしいなっていうのがあって、今日動画を撮ろうと思いました。それこそ別にジムの外でいつも見てて、せっかくなんで写真撮っていただけませんかとか言ってくれたら、はい、撮ってます。何も言わずにね、そこがちょっと怖いなーだし嫌だなっていう風に感じる部分ではありますね。それをきっかけにいろいろジムのマナーとかルールに関して、まあ、一応皆さんにこう共有して、少しでも多くの人がジムを気持ちよく使えればいいなというふうに思って、今日この動画を撮りました。こういう機材の使い方どうなのって思うこともあるだろうし、はい、最近だと何人かできてボトレっぽいものをやっていて、長く機材を使ってたりとか、あとパーソナル界隈でよく言われてるのは、大トレかパーソナルかっていうラインが曖昧で、本来パーソナル禁止されてる設備でお金いただいて活動しちゃうみたいなのもあるじゃないですか。見てて気になるなっていうの何個かありますか、具体的に？そうですね、マシーンとかダンベルとかの使い方っていうのはちょっと乱暴だなっていう風に感じる時はあります。ただその人は乱暴じゃないと思ってても乱暴に見えたりとか、逆に言えば自分はなんとなく普通に使ってるつもりであっても、初めて見た人からするとちょっと乱暴だなって見えたりするので、乱暴っていうところの線引きが非常に難しいところではあるんですけど、明らかに戻さなくてもいいじゃんっていう戻し方をしてしまったりとか、そういうことはやっぱありますね。例えば元あったところで戻さないとか、それはあんまないですかね。倒し方がうるさいとか、ダンベルなんか投げちゃう、ダンベルミットあるんだからダンベルミット引けばいいじゃんって思うし、周りに気使わずえいってこうなんかせめてこっちならいいんですけど、フリーウェイトエリアが広さに対してベンチ台ってある程度こう敷き詰めてある設備からすると気になるなっていうのもありますし、ウェイトスタックのやつとかもガチャンってこう戻してマシン壊れそうだなとかもあるし、レッグプレスとかハックスクワットとか、そういうちょっとバウンドを使ったりとかっていうので、明らかにもうちょいいいやり方あるんじゃないかなって思うのはやっぱあります。もしかしたらそれを意図してやってるかもしれないんで、まあ、それはその人の考えを尊重しなければいけないので、自分は特に直接言わないでこういう風にずるい手で遠回しに伝えていこうというところですね。他には見てて気になる携帯ですかね。混んでる時の何やってるか分かんない携帯はちょっとなーって感じです。これはさっき言った使わない側の意見としてはって感じなんで、その人からするとそれが当たり前かもしれないんで、別にそれがダメというわけではないんですけど、携帯をゴールドのジムの中で使うのは許されてる、はい、マシンを占有してのスマホの操作はダメなんですよ。座りながらやってると、一応トレーナーはちゃんと注意します。ただこれは店舗によってちょっとやっぱ違うらしいですね。聞いた話だとどこかの店舗はそもそも携帯持ってっちゃいけないっていうのがルール化してるとこもあるっていうのはうっすら噂で聞いたことはあります。インターバルをね、スマホで測ってる人もいるだろうから、はい、そうですね。はい、絶対触っちゃいけないっていうのはね、はい、若干厳しいのかなと思うこともありつつ、確かに長すぎるのもね、それ別にここでやんなくてもいいんじゃないみたいな感じのことを、自分はトレーニングを頑張るためにジムに来てるんで、トレーニングを頑張る環境としてこの環境があるのかなと思うんですけど、どうなのかなとは思っちゃいます。自分が最近住んでる UAE とかガラルンプールだと携帯使う人とか当然いるんだけど、自分のマシン使ってる時に動かして終わったら席から離れてスマホ触って、その時に他の人とシェアでそのマシンを使うのはみんな許容するんだよ。あ、そうなんですか。ラットプルダウンのマシンを3人で使うとか、全然知らない人で、初めて会った人とか、すごいですね。そういうのは全然いるし、自分もやってて、インターバル中に使っていいって言われたこと何回もあるし、そういう文化もあったりする。私多分昔のボールドとかそんな感じだと思うんですけどね。でもなんか今って良くも悪くも自分だけの世界というか、逆に協調性がなくなっちゃったりとかっていうのもあるのかなと思うんで、難しいです。特に年4のジムとかでもうスタッフさんいない、はいはい、スタッフデーとかだと注意する人も誰もいないし、はいはい、でそこでマイナー10分15分先輩知ってても何も言われないんで、そうですね、他の人迷惑を向けても、うん、なかなかね、そこにメスを入れにくいですよね。そうですね。だからまあまだいい方だと思うんですよ。すごい環境的にはもう最高ですし、マナー的にも多分いい方なんじゃないかなと思って、やっぱ24ジムは僕のお客さんでも結構いるんですけど、そういうとこがストレスでジム変えましたっていうのもいるんで、そうなっちゃうと気持ちよくないなっていうのはありますよね。あえてちょっと違う目線で話すと、自分の場合普段仕事してて、やっぱり人から来た連絡とかってなるべく早く返さないと相手の時間奪っちゃって失礼みたいなところは、ジムにいる時も例外じゃなく、まあよくも悪くも思っちゃう。だからこそ厳しいところはいけないなって思っちゃう感覚があり、携帯触っちゃいけないって言われたらどうしようって思っちゃう。そう、携帯触っちゃいけないのは別にないんじゃないかなって感じ。自分もどちらかというとそっちの意見で、自分も特に奥さんが出産前の時はいつ陣痛来るか分かんないんで、その時は携帯持ってってたんですよ。で、1種目終わるごとにちょっとチェックして、通知来てるか来てないかだけ見て結構やってましたね。なるべくやっぱその画面を見る時間っていうのは減らしてたんで、緊急性の連絡がある場合は電話をくださいって、機材を占有して他の人に迷惑をかけなければ問題はないと思う。そうですね。まあ、あとは、震えたやつで隣で携帯いじっても、ちょっとあれだなーっていうのはありますけど、ね、例えばベンチここでやってて、その近くで携帯ずーっとこうやってるの、なんか怖くないですか？ぶつかっちゃったりとか、大会出てるとか人で、仕事を自分でやってる方とかは、携帯使う人いるんですけど、みんなやっぱラウンジ行きます、毎回。自分もそうかも。はい。そういう空気があると、トレーニングするところ、ご飯食べるとか、携帯作業するとかっていうのが、まあ、ある程度こう、場所付けできると、みんな気持ちよくなるんじゃないかな、というのが、私の意見です。隼人君が勤務してる時に、お客さん2人で来てゴトレするみたいなのってあると思うんですけど、ゴトレはあると思う。はい、あります。パーソナルっぽいのってあったりしますか？何回か見たことありますね。明らかに敬語だなとか、明らかに1人しかやってないなみたいな。2人タンクトップ着てるんですけど、1人は1セットだけやって、まあ多分見本見せて、残りの3セットはその人やってるなみたいなのはあるんですけど、ただやっぱ確証がないんで、なんとも言えないし、ここの場合はスタッフじゃないんで、普通に外部のパーソナルトレーナーの職場で言ってるだけなんで、そこに対して何も突っ込めないっていうか、そういう時は普通にジムの人に行って、もしかしたらちょっとあれかもねっていうふうにお伝えするんですけど、実質で言ったら結構注意してるケースとかありそうですよね。あると思いますね。こんないい環境で指導できるっていうのはいいとは思うんで、ただまあ年会費とか払ってやってるからすると、まあちょっとやめてほしいなとは思いますけどね。それもトレーナーのモラルというか、逆になんかそれできちゃう人怖くないのかなと思いますけど、自分だったら怖くてできないです。バレた時の失うものがありすぎる、多いですよね。リスクがありすぎるから、それだったらレンタルジムとかあるんで、こう行く方が全然いいんじゃないかなと思うんですけど、1,000円、2,000円払ってやれるのはそう言ったらいいんじゃないって私思いますね。昨今の自分マナー事情にして、撮影はしないでくださいというのが、そうですね。なんか一応ゴールドジムでは撮影は許可を得たりとか、フォトスポットみたいなとこだったら OK なんで、そこだったら全然いいと思うんですけど、そういうとこじゃないとこでの撮影は他の人はやっぱ気持ちよくないですし、いろんな人を巻き込んで傷つけてしまう可能性の方がやっぱ多いので、もし思い当たる節があるなら改善してみていいんじゃないかなと思います。これも衣類を取られたこともないですか？ないです。自分はだから全部持ってっちゃうんですよ、シャワーに。そういう話さ、聞かない？あ、聞きます、聞きます。パンツ持って帰ったみたいな結構あるんですか？聞きはするんですけどね。でも自分も高校生の時からもうそれを聞いてたんで、絶対にシャワー室の中に全部持ってっちゃう。で、全部その中で済ませて出てくるようにしてます。それってお店としても結構どうしようもない。そうなんですよね。そう、更衣室にカメラ入れるわけにもいかないし、性善説でやってるのに、そういう人が一人いるとね、疑わざるを得ないから嫌な気分になっちゃいますね。本日はマナーについて雑談形式してしまいましたけど、皆さんがね、最近気になってるマナーとかあったらコメント欄に書いてもらえたら嬉しいですね。そうですね。そこでみんなで共有して、あ、ここ気をつけようとか、自分もそれを見て気をつけようっていうふうに思うので、ぜひコメントいただければと思います。今日も最後まで動画のご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなというふうに思いましたら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。